こんにちは。今日はお正月の初売りで購入したものを紹介していきます。はじめにこちらはオバジの福袋になりますね。私が行った店舗はほとんど中身が見える福袋で、もう好きなものを選べる形で売っているところだったので、私はまあ使ったことがないオバジのものを選択して買ってきました。税込みで10,584円のものになります。では簡単に中身を紹介していきます。はじめにこちらはミューネボディセラム、ボディ用の化粧料と書いてますけど、まあボディクリームみたいな感じですかね。お休み前の乾燥の気になるパーツを中心に塗り込んでくださいということですね。こちらお値段は1200円になります。そしてこちらは毛穴美容化粧水、250g 入ったすごい大容量のものなんですけど、特にブランドは書いてなくて、販売名 PR ミストで、まあプレ化粧水とか化粧直しの時とか乾燥の時とかに使えるっていうので、まあプレ化粧水代わりに使おうかなと思います。お値段が1900円と書いてますね。そしてこちらオバジのビタミン C セラム美容液になりますね。これ2種類確かあって、 C の10っていうのと C の20っていうのがあって、20の方が入ってましたね。これは確か現品価格7,000円ぐらいだった気がしますね。こちら現品1本入ってました。15ミリになります。そしてさらにオバジの酵素洗顔パウダーですね。これも現品サイズで30個入ってますね。1ヶ月分になります。これも多分2,000円ぐらいだったと思うので、この美容液と洗顔でもう元を取って、残りはおまけっていうか、残りの分がお得になっている感じですね。それ以外に洗顔パウダーのサンプルが2つと、こちらオバジの C10 セラム、こっちが10の方ですね。こちらがサンプルと、あとエイジングケアの化粧水、クリア化粧水、この3つがセットになったものが1,2,3,4,5,6,7 8回分入ってました。これお得ですね。サンプルが2種類と化粧水とボディクリームの分がタダという形ですね。これはだいぶお得でした。そしてサボリーナの朝用マスクのミックスベリーの香りを購入しました。こちら私限定だと思ってて、もう買えなくて残念って思ってたんですけど、ちょっと丸井に行ったら売ってたので即購入しました。この香りめっちゃ好きでしたね。今のやつ使い切ったら次使おうと思います。そしてさらに特注品数量限定のこちらオールインワンマスシートマスク、クオリティファーストのものですね。30枚入りのもので、まあこれは単に数量限定っていうのに惹かれたのと、エイジングケアのところに惹かれましたね。大容量で使っていきたいと思います。こちらも限定だったかな、不老不死リップ38度の、あ限定って書いてた、最後の販売されたリップですね。
ホログラフィックのライトとシャドウです。こちらもロフトとかでももう見かけなかったので、丸いで見かけて本当嬉しかったです。こちらがもう白というか多分透明ですね。ニラメがぎっしり入ったもの。こちらが黒紫かにラメが入った。これは多分いろんなリップの上に重ねるとちょっとワントーンこうくすんだような感じになっていいんじゃないかなと思います。こちらゲットできてよかったです。そしてあとはプチプラのコスメで、こちらはキャンメイクの新しく出たパウダーチークで PW41 番、こちら新発売で買ってきました。あとはこちらメイベリンのスーパーステイマットインク、私は80番のレッド系と15番のピンク系かな、ローズ系買ってきました。これも私がよく買いに行く店舗ではもうどこも売ってなくて、うん、お正月いつも行くお店で行ったら売ってたので買ってきました。そしてボディショップでお買い物もしました。こちらこの時期限定で出るシャワージェルの 750ml のとてもでかいシャワージェルですね。私はストロベリーを買いました。これ1個だけで多分3ヶ月ぐらい持つんじゃないかというこの大容量買いました。そしてこちらは小さいサイズで、ピーチのシャワージェルですね。これはなんか安売りになってて2、300円ぐらい安かったので1本購入しました。そしてこちらはスクラブ、グレープフルーツのスクラブになります。これ見た目がピーチっぽいんですけど、シール間違ってないのかな。ほぼほぼピーチと変わらないですね。一応グレープフルーツって書いてるのでグレープフルーツの方買いました。そしてこちらクリスマスコフレの売れ残りですかね、ベリーボンボンのバスタイム。こちらがベリーボンボンのシャワージェルの小さいやつですね。60ミリのものと、同じベリーボンボンのバスボムがセットになったものが売れ残っていたので買ってきました。あ、出しただけでもすごい匂いがする。いい匂いがします。初売りでの購入品は以上になります。ご視聴ありがとうございました。